バムルンラード病院は、タイのバンコクワッタナー区にある病院である。東南アジアで、最大規模の病院の一つであり、タイの株式市場へ上場している。株式会社によって運営されている。バムルンラード病院とも呼称される。設立は1980年。500以上の病床、20以上の専門センター、700人以上の看護師、900人以上の 医師を要し、1日に最大3500人の外来患者を受け入れることができる。医師には外国の医師免許を持つ者も,も多く、例えばアメリカの免許を持つ者は約200人である。外来患者数は年間約100万人。うち約40万人は外国からの受け入れとなっている。アメリカ同時多発テロ事件以降、 欧米で高度な治療を受けづらくなった中東からも多くの患者が訪れる。2007年の売上高は94億1300万バーツ。病院は2002年、ジョイントコミッションインターナショナルの認証を取得した。バムルンラード病院の特徴として提供するサービスの質が高いことが挙げられる。高度な医療はもちろんだが、 それ以外でも、ライバルは5つ母子ホテルより、引用と語り、患者が、外来の待ち時間や入院中でも快適に過ごせる、よう<ー>高級スポーツクラブ並みの着替え室、各国のレストランを開設しての食事提供など、様々なサービスを行っている。サービスの対象は、タイ人だけにとどまらない。英語や日本語、ヘブライ語にまで対応した通訳や、病院案内など、 外国人患者へも配慮を行っている。最近は健康診断や海外からの短期手術も積極的に展開しており、日本語を含めたホームページでの活動も活発である。バムルンラード病院の経営陣はアメリカやオーストラリア、シンガポール、イギリスなど病院経営経験者によって構成されている。CEO はカーティス・シュローダー。 高品質なサービスの背景には、経営陣が患者を顧客と考え、患者の顧客満足度を高めることを意識していることに、あるという。同時に、高い医療サービスを提供する医師などの医療スタッフも、また、経営陣にとっては大切な顧客であるという。経営陣は、主な顧客層は、国内外の裕福な層と定め、経営を行っている。また、 国外へのエムも行っている。ありがとうございます。